メジャーリーグ機構、MLB は6日、日本時間7日、4月29日、同30日、から5月5日、同6日、期間の週間 MVP を発表し、ナリーグではドジャース大谷翔平投手が受賞した。通算8度目の受賞で、ドジャース移籍後は初となる。大谷は同期間で5試合に出場。 21打数11安打で打率1524、3本塁打、7打点、出塁率583、長打率952、オプス1.536をマークしていた。週間 MVP の受賞はエンゼルス時代の昨年7月30日、同31日以来自身8度目。ナ・リーグでは初受賞だ。 エンゼルス、ドジャースの両球団で受賞した選手は通算324勝を誇る伝道入り投手、ドン・サットン以来史上二人目。日本勢での両リーグ受賞は野茂秀夫一郎に続き三人目となっている。また、アリーグではアスレチックスのブレントルッカー外野手が受賞。5試合で打率438、16打数7安打、3本抜いだ 7打点、オプス1.063の成績を残した。